アンパンマン列車の PR ボード上部に描かれている列車は現存しないアンパンマン列車は四国旅客鉄道が保有する柳瀬隆原作のテレビアニメシリーズそれいけアンパンマンに登場するキャラクターとコラボをした鉄道車両の総称である利用促進を目的として土山線を走る特急列車南風に投入されたのがアンパンマン列車の講師である現在では ヨド線、麦線、ナルト線を除く JR 四国のすべての路線で何らかのアンパンマン列車が運行されており、物語列車と並ぶ代表的な観光列車となっている。不士全体の出店、赤いアンパンマン列車、黄色いアンパンマン列車度3線、アンパンマン列車は2000年に運行を開始した。JR 四国が最初に登場させたアンパンマン列車である特急、 南風で運用される。工程には3往復の A パターンと2往復の B パターンがあり、赤いアンパンマン列車と黄色いアンパンマン列車が確実で交互に充当されるようになっている。2000系時代末期には足釣りでも用いられたが、2700系 A の交代で終了した。2700系機動車に編成8両体制で、 赤いアンパンマン列車は2803.2751-2701.2703。黄色いアンパンマン列車は2 8 0 4 2 7 5 2 2 7 0 2 7 0 4で構成される。1号車後くらい側にはアンパンマンシートがあり、アンパンマンたちを模した座席が配置されている。過去の使用車両かつては2000系機動車を使用していた。 最初の編成は2007.22122203.2104の4両編成で、当初、土産線、アンパンマン列車として2000年10月に登場した。続いて2001年3月には2030.22302231.2130で構成される2号が登場し、この時ブルーが1号となっている。この2号は、土佐黒鉄道に在籍しており、 JR 四国以外が保有したアンパンマン列車はこれが唯一だった。その後2001年10月に1回目、2002年10月に2回目、2003年12月に3回目、2009年10月に4回目のリニューアルが実施された。蒸気出店において1号は2回目のリニューアルまでは4両であったが3回目のリニューアルまでに2203が 脱車されて3両編成となっていることが確認できる。また、3回目のリニューアル後の2008年10月には、アンパンマンシートが2000系後くらいに設けられた。この時2006が JR 四国色のまま車内のみ、アンパンマンシート化され、引退まで予備車として運用されていた。約20年にわたって運行されたが、戦術した2700系が登場したことにより、 2000系のアンパンマン列車は2020年に引退となった。不自然体の出展、8000系アンパンマン列車上海、アンパンマン列車予算線、アンパンマン列車は2001年に運行を開始した。8000系アンパンマン列車と上海、アンパンマン列車で構成される3編成重量体制で、アンパンマン列車では最も車両数が多い。8000系アンパンマン列車は、 潮風9 1 0 2 1 2 2号、石槌9 1 0 2 1 2 2 1 0 1 1 0 4号、モーニング EXP 松山で運転される。このうち、潮風全列車と石槌1 0 1 1 0 4号には、アンパンマンシートの設備がある。上階、アンパンマン列車は、上階4 5 0 1 1 1 6 1 7 2 2 2 3号で運転される。 口述の通り、アンパンマンシートはない。なお、口述の2000系重量時代は、潮風、石づち、上階のみでの運行だった。また、8000系アンパンマン列車は当初、ミッドナイト EXP 松山でも運行されていたが、同列車が2021年に廃止となったために、終了となった。8000系アンパンマン列車はその名の通り8000、電車による運行で、 L3 編成、S3 編成が充当されている。このうち、L3 編成1号車後くらいの普通車指定席は、アンパンマンシートで虹を取り込んだ座席を装備するほか、デッキや洗面台、トイレにもアンパンマンの装飾がされている。上階、アンパンマン列車は2000系機動車による運行で、2117.2152の2両が使用されている。 両列車とも白背景に、虹とアンパンマンのキャラクターを配した外観に統一されている。過去の使用車両かつては、潮風、石槌、上階をすべて2000系で回しており、ローテーションで以下の11両が運転されていた。初代予算線、アンパンマン列車は2001年10月に登場した。戦闘車は全面に、各キャラクターのイメージカラーが配されていたが、 側面はキャラクターが貼られているだけで JR 四国色の帯があらわになっていた。なおこの姿で活躍した期間は夏季の通りわずか1年間であった。最初のリニューアルは登場から1年後の2002年10月に行われた。この台からキャラクターのイメージカラーが全体にラッピングされるようになり、側面には車体を大きく使ってアンパンマンの文字が配された。 このリニューアルでメロンパンナちゃん号がメロンパンナ号となっている。2005年10月には2000系のバイキンマン号とドキンちゃん号にアンパンマンシートが設置された。両者は座面デザインは同一だが背面テーブル裏や化粧板の装飾に差異があった。2010年10月に2回目のリニューアルを受けた。バイキンマン号とドキンちゃん号の前頭部はパステルカラーで それぞれのキャラクターを大書きしたものに変更されているほか、アンパンマンの文字がわずかに黄色みがかったものになった。この外観で運行した期間は2年間と短かった。2012年10月に3回目のリニューアルを受けた。前者が白基調の外観とされ、逆にアンパンマンの文字が各キャラクターのイメージカラーとなっている。またこのリニューアルでおむすびマンとリオ号は、 おむすびマンコになった。二千十三年十二月にはアンパンマンシートのリニューアルが行われ、二両でモケットが区別されるようになり、背面テーブル裏にゲームのシールを貼るなどの変更が加えられた。その後二千十六年三月二十六日のダイヤ改正で潮風、石土の運用が八千系アンパンマン列車に置き換えられたことで大半の車両がアンパンマン列車から 撤退、一般色化されている。残った、カレーパンマン号、ロールパンナ号、おむすびマン、号の3両はもっぱら、上階、アンパンマン列車と呼ばれるようになり、引き続き4代目の外観で、上階で運行した。2019年9月には4度目のリニューアルに伴って2117が、新たに、アンパンマン列車となる一方、2107と2204の2両は、 運用から外れている。不自全体の出店、悠うアンパンマンカーは2002年に運行を開始した。車両一両の半分以上を使用した広いプレールームを設けていることが大きな特徴である。土休日を中心に特急、渦潮9号、県山5.8号に一両連結される。普通車指定席扱いであるが、マルスタンマツには、 元列車と別枠で登録されているため、アンパンマンカーへの乗車を希望する場合は、特急券購入時に申し出る必要がある。高松運転所所属のキロ百186から2が用いられている。車両記号の座席等級には、グリーン車を表す、ロー含むが、先日の通り普通車指定席扱いである。車内の旧グリーン車部分は普通車指定席。 旧普通車部分はプレールームとなっている。プレールームには電車ごっこ用の線路イラストやアンパンマンたちの顔が描かれたクッションなどが用意されている。また壁面には柳瀬隆直筆のサインとイラストが貼られている。他のアンパンマン列車と違い中間車一両のみである。ため運用時は前後に一般車を連結した状態で運転される。 過去の使用車両登場時は、濃いブルー基調で、無数のアンパンマンキャラクターが描かれた外装だった。その後2007年10月に行われたリニューアルでは、ブルー基調が維持されたものの、キャラクターの配置が変更された。さらに2017年10月には2度目のリニューアルがされ、笑顔をイメージした黄色ベースへと一新されて、現在に至る。不死全体の出展。 トロッコ車美会社瀬戸大橋アンパンマントロッコは2006年に運行を開始した。瀬戸大橋のトロッコ列車で運用していたキクハ32系機動車を改造し、環境に優しい鉄道を PR することがコンセプトのアンパンマン列車としてデビューさせた車両である。同名の臨時列車、瀬戸大橋アンパンマントロッコで運行される。アンパンマン列車の中では、 唯一特急列車で運用されず、定期列車での運用も持たない。リニューアル以降は、全車グリーン車指定席である。工術の通り控え車とトロッコ車の座席番号がほぼ同じとなるように改装されたため、座席は控え車基準で指定される。二往復が運行されており、1号4号は岡山駅琴平駅間、2号3号は岡山駅高松駅間での運行である。 高松岡山琴平岡山高松と運用されるため、高松便は朝と夕方、琴平便は日中時間帯での運行となる。当期間は運転されない。運行開始以降、キクハ32から502がトロッコ車として使用されているほか、2015年のリニューアルからは、被害車として、キロ185から26が用いられている。 トロッコ車と被害車で車両記号の等級が異なるが、被害車の座席が指定されるため全車グリーン車扱いである。トロッコ車である菊波32の車内構成は登場時から大きく変わっておらず、車両下を眺められるシースルー部分も損置されている。しかし座席端にはアンパンマンたちを模した木製の手すりが新たに設けられ、前くらい側には日付ボードを持った。 アンパンマンの立像が設置されるなどの小規模な改造が行われている。被害者であるキロ185には車内の座席配置をトロッコ車と合わせる改造がされており、グリーン車としては異例のボックスシートとなっている。車体長に比して座席定員は48と少なく、余剰スペースにはアンパンマンの本棚や売店のほか多目的ルームや ベビーカー置き場など保護者向けの設備も追加された。過去の使用車両リニューアル前はトロッコ車両のみがアンパンマン仕様で、被害者は瀬戸大橋トロッコ時代と同様に黒鉄色フート層のキハ185型が使われていた。2011年にトロッコ車のみ内装をリニューアルし、アンパンマン像などの設置や車内イラストの変更が行われた。さらに2015年には、 被害者もアンパンマンしようとされるとともに2両を統一した白系の塗装に変更された。2012年2月7日、子供たちへ笑顔と元気をお届けすることを目的にアンパンマントロッコの車両を東日本大震災の被災地で運行する共同事業アンパンマントロッコ2のロウを行うことが東日本旅客鉄道、四国旅客鉄道、 日本貨物鉄道の連名で発表された。応募資格は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の6県に居住する、小学生以下の幼児と、その保護者を含む4人までで、ウェブサイト上、または、郵便はがきでの応募、抽選制。トロッコ列車の乗車区間は運賃を含めて、無料とされた。運行は3月から7月にかけて、 約5ヶ月がかりで実施された。以下は、アンパンマントロッコが、正体運行した期間及び区間である。なお、トロッコ車両が不在となる期間の、瀬戸大橋アンパンマントロッコは、同じダイヤで、UU アンパンマンカーを使用した、瀬戸大橋 UU アンパンマンカーとして運転された。2台アンパンマン路線バス3台アンパンマン、路線バス JR 四国バスでは2000年以降、 アンパンマンを車体に描いたバスを運行しており、用途別に以下の3つに対別される。2021年現在では、路線バスのみ存在する。アンパンマンミュージアム PR 電車1996年に開業した、柳瀬高敷年間アンパンマンミュージアムの PR のため、1999年8月9日から、土佐電気鉄道が運行している車両である。2012年には、 新デザインの車両が登場し、2021年現在2両、体制である。用いられる車両は次々に入れ替わり一定しないが、形式は600型で固定されている。土佐で、運交通では、JR 四国のアンパンマン列車と乗り継いでの利用を提案している。JR 四国は民営化以降も高速道路の延伸や少子高齢化による利用客の減少に悩まされており、 特に土産線では1998年の豪雨災害による長期沸通が響いて利用者が高速バスやマイカーに転移し窮地に立たされていた。このような状況下、再開後の利用促進のため、原作者の柳瀬隆が土産線の通る高知県出身であること、キャラクターの道徳性、人間性が鉄道の公共性などに合致することなどから、 ヤナセをはじめとした反権者の協力のもと、それいけ、アンパンマンを題材とした列車を運行することになった。運行開始の2000年10月14日には、高知駅で出発式が行われ、ヤナセも出席。ホームではドリーミングによるアンパンマンのマーチの歌唱も行われ、ヤナセは多くの利用客が喜ぶ姿に痛く感動していたという。 当初は土産線のみの予定だったが、柳瀬の意向も受けて、鉄道で四国をアンパンマンワールド2のコンセプトで四国各地でアンパンマン列車を運行することに決定。その後予算線を皮切りに増加していき、2021年現在4系統が運行されている。ありがとうございます。